滋賀県公立高校入試問題2021年度数学。はい、では今日は滋賀県の公立高校の入試問題、2021年度令和3年度の数学の1番の括弧8番の問題、そしてこの後に括弧9番の問題を見ていくね。では問題読むよ。大小2個のサイコロを同時に投げたとき、大きいサイコロの出た目を10の位の数、小さいサイコロの出た目を1の位の数として2桁の整数を作る。このとき2桁の整数が素数となる確率を求めなさい。ただしサイコロは1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいとします。こういった問題ね。で、よくね、こういう2つのサイコロを使う問題が出るんだけど、まあ、これの解き方はね、結構、まあ、簡単で、表を作ればいいんだよ。で、どんな表かって言ったら、例えば、ちょっと書いていくね。こんな感じ。まあ、とりあえず、線をいくつか書こうか。こんな感じね。で、縦にもちょっと線を書くね。まあ、例えばこんな感じ。で、これ何かって言ったら、上にね、サイコロの1、2、3、4、5、6でまず書く。そして左にも同じようにサイコロの1、2、3、4、5、6って書く。こういった表をね、さっと書いてほしい。で、テストでもね、この1分もかからないと思うので、さっとね、表を書こう。で、これ何かって言ったら、例えば、サイコロの出た目が1と5だと、1と5ね。ここに、まあ、丸か×かの判定を書く。例えば、サイコロの目が3と2だったら、こう重なった、ここに丸か×かの判定を書く。こういうことね。で、今回ね、どちらが10の位か、どちらが1の位か。まあ、これは自分で決めたらいい。例えば、そうだな。まあ、例えばここ線引いて、上を10の位にしようか。そして、左を1の位にしてみようか。で、これでね、今回、丸×判定していくね。じゃあ、まず、例えば、上が1で、左も1。つまり、11。11は素数かどうかっていうことだけど、11は素数だよね。だから、こうやって丸って書こう。で、同じように、21。21は3で割れるので素数ではない。だから×。で、次ね。31は素数だよね。で、41も素数かな。で、51は3で割れるんじゃないかな。だから×。で、61は素数かな。丸ね。で、次。2行目だけど、12とかね。22。とかね、つまり1の位が2になるので、これは全部2で割れるよね。だから2行目はもう全部×だ。で、次3行目ね。13は素数だよね。23も素数。33は3で割れるからダメ。43は素数で、53も素数かな。63は3で割れるからダメかな。で、次ね、1の位が4は、これもね、同じように全部2で割れるので、これはダメ。で、その次。15は3で割れるので、ダメ。25は5で割れるので、ダメ。35は、7で割れるか。だからダメ。45、まあ、これ1の位が5だから、まあ、一応5では全部割れるね。だから全部×。次。16、ここもね、1の位が6だから、これは全部2で割れるので×だよね。まあ、こんな感じかな。じゃあ素数何個か数えてみるね。素数は1,2,3,4,5,6,7,8 個ね。ということで全部で6636あるうちの8になる。で、36分の8は約分できるよね。4で割ろうか。そしたら、9分の2ね。ということで、答えは9分の2になります。ではね、次、括弧の9番見ていくよ。括弧の9番。
下の度数分布表はある学級の生徒の自宅から学校までの通学時間を整理したものです。この表から通学時間の平均値を求めると20分であった。あ、いに当てはまる数と最頻値を求めなさい。で、今回まあポイントになるのがここね、平均が20分ということね。で、度数分布表を見て、平均ってじゃあどうやって出すのということだけど、やり方言うよ。まず一番上ね、0以上10未満ってあるよね。通学時間が0分以上10分未満。この場合、ど真ん中の5と考えるんだ。だから、通学時間が5分の人が5人いるよと。で、その下も全く同じ。10から20って書いてるので、ど真ん中の15と考えるんだ。通学時間が15分の人が10人いるよと。で、その下は25。そして一番下が35。というふうに考えるしね。で、平均を出すには、すべてのまず合計を出さなきゃいけないんだよね。合計を出して、それを人数で割ると平均になるんだ。じゃあ一番上から見るね。通学時間が5分の人が5人。だから 5×5 で合計25分だよと。で、2行目ね。通学時間が15分の人が10人なので15×10。で、延べがね、150分だよ。というのがわかる。で、その下ちょっと飛ばすね。一番下。通学時間が35分の人が4人なので 35×4 ね。そうすると140分。延べ140分だよということがわかる。で、一旦これ3つ全部足してみようか。全部足すと315かな。だからとりあえずここまでで延べ315分というのがわかる。いいかな。そして人数も一応この段階で足そうか。5と10と4ね。ここの人数全部足したら、19人か。だからこのカッコの青を除けば19人で315分。ここまでいいかな。で、これにカッコのあの部分を足すんだけど、例えばこういうやり方しよう。カッコのあ、X 人と考えよう。そうすると、ここの式どうなるかって言ったら、25x になるんだよね。25×x だからね。うん。で、一番下の19人。これも19人足す x 人になるよね。うん、ここまでいいかな。で、これで式を考えてみよう。平均を出す式ね。そうするとこうなる。315分に 25x をまず足す。これが合計の延べのね、時間だよね。で、これを人数で割る。人数が19足す x。これで平均になるよね。平均が20分。これで一旦式ができる。じゃあこの式を解いて x を出せばいい。例えば分母をなくしたいので19足す x。これを両辺にね、かけよう。そうすると左はね、315足す 25x。で、右がどうなるかって言ったら20×19+x になるんだ。で、その後ね、括弧を解こうね。まず左辺はもうそのまま315+25x。そしてその次。両方ともに20をかけるんだよね。そうすると380+20x になる。で、その次ね。そしたら x を左側持っていって、数字を右側に持っていこうか。そうすると 20x が左に持ってきたらマイナス 20x になるよね。丁寧に書こうかね。25x-20x ね。で、右側、380-315 になるよね。で、計算すると 5x=65。だから x は13になる。だからまず一つの答えができた。あに当てはまるのが13ということがまず分かった。で、あとは簡単ね。いは全部の合計だから、ここにもう19足す x ってこういうふうに書いてるよね。だから、
19たす13だよね。そうすると32だから、イは32、ここまでいいかな。で、あと1個出さなきゃいけないよね。あと1個何かって言ったらこうね、最頻値。最頻値っていうのはね、漢字の通り最も頻繁に出てくる値っていうことだよね。一番多いところだ。で、一番多いところ、さっき x がここ13って言ってたよね。そしたら一番多いのはこの13だよね。で、最頻値どれ書いたらいいかって言ったら、ここ25。これを書いたらいいの。だから、答えちょっとまとめるね。まず、あは13。そして、いが32。で、最後の、最頻値。これが25ね。ということがわかる。かな。じゃあね、他にもね、たくさん入試問題解いてるので、できればチャンネル登録をしてください。では、今日の授業はこれで終わります。